貝類、まずい貝類を食った時の海の味が俺マジで苦手なんだよ。めちゃくちゃ磯臭いやつ。それが大丈夫な人も結構いるんだよね。でもサザエとか、あれなんだっけ、あれに多い、なんだっけ、高級食材、アワビだ。俺、この間山形行った時の旅館に出てきた晩飯で、その海鮮、ドーンみたいなのいっぱい出てきて、クソいっぱい出てきて全部うまかったんだけど、アワビだけ、アワビってやっぱり高級だからかなんかわかんないけど、結構真ん中に、おらって感じで置いてあったんだよ。でもそのアワビだけがもうマジでまずかった。もう、海の景色が広がるんだよな、口の中に入れた瞬間。しかもその海の景色っていうのも別に沖縄とかね、カスピ海とかの海じゃなくて、俺がやっぱ小学校の時とかに海水浴に行った、もう15センチ先が見えない海ね。黒い海。別のアワビは好き。いやーでも俺そんなにアワビ食ったことないな、そもそも。うまいアワビってあったかな。あ、下ネタ？なんだよ、しょうもねえ、マジで。俺の純粋な気持ちを残してくれ。返してくれ。最悪だ。いや、なんか他で食ったアワビは好きなんでしょって話かと思った。マジしょうもなさすぎる。たばかったな。そういうしょうもない下ネタ言ったことねえから分かんなかった。存在は確かに言われて知ってるけど、マジで俺そんなしょうもない下ネタ言ったことねえや。しょうもないっていうかね、なんかね、絶妙にキモいよね。しょうもないではないかも。逆にしょうもない下ネタしか使ったことない。なんかね、程よくリアルで気持ち悪いんだよね。そう、チンチンとかさ、うんことかじゃなくてさ、なんか、絶妙に気持ち悪いんだよね。これはね、俺結構子供の時からずっと同じ感覚なんだよ。なんかその、狙って言うんじゃなくて、友達との会話の中で、ふとお互いに気づいてしまったアワビの下ネタだったら、まあ笑えると思う。お互いが。多分それだったら俺もゲラゲラ笑える。その、ふと気づくっていうのが割とピンポイントね。だからそう、スカタロ先輩と一緒やね。あんな絶対にそんなこと言うわけない状態で、勢いで、あ、噛んだ、まずい噛み方だ、っていうのがおもろい、あれは。で、本人も気づいてるけど、おそらく気づいてるけど、その、ちょっと、恥ずかしくて、掘り返して欲しくないっていう、あの空気がマジでおもろかった。そう。あの時しかも何がおもろかったって、クーちゃんですら笑ってたのがおもろかった。思わず吹き出してた。そんなバカなの驚きの方なんだよ、あの笑いは。いや多分ね、あの場で触れられなかったのはあの場で触れれなかったのは、ちょっと待って、クリップもう一回ちょうだい。タイトルがおもろいわ。ラップっぽいのもおもろい。はい、スカトロトロスカトロ。おもろすぎる。トローに引っ張られてんだね、これ。多分。スカトルトローだから。これめちゃめちゃおもろいわ。初めて見返してる。はい、スカトロトロスカトロ。いいいいいい。おトップが湧いてるこれ。ああ、そうか。ええ、笑ってもらえた、笑ってもらえた、笑ってもらえた。これめちゃめちゃおもろい。はい、スカトロトロスカトロ。いい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 
人もちょっと後半吹き出してるのがツボだ。やばい、ちょっと待って、やばい、あばら骨折れそう。はい、スカトロトロスカトロ。はい、スカトロトロスカトロ。はい、スカトロトロスカトロ。おトップが湧いてくよ、これ。ああ、そうか。ライト、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 ライト。ここが一番おもろいわ。ここが。おトップが湧いてくよ、これ。ああ、そうか。ライト、ライト、ライト、ライト。これさ、ゾウ先輩の声にちゃんと、ちゃんと集中して聞いてほしい。聞いてほしい。ライト、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 ライト。あらいてそうそうそうってなってるやつ。ああ、いい、苦しい。萎えるんだよね、俺下手くそすぎて。そんな、ね、下手くそっていうか湧いてこなくて、まあ、大変っすよ、本当に。あ、なる。何これ、何これ、そう、これ何、これ何、しかもなんか風さん壊れてない、無性アルファズール同月が上手くなってんの。萎えるんだよね、俺下手くそすぎて。どういうこと、そんな、ね、下手くそっていうか湧いてこなくて、まあ、大変っすよ、本当に。あなる。あなるってこと、あなるってこと。あのちょっと関西の力、あでもダメだ、これちょっと深かいすぎて、俺あれダメだ、あまりにも不可解すぎて謎を解明したくなるから笑えなかった。萎えるんだよね、俺下手くそすぎて。そんなね、なんなら今ちょっとすっきりした、あのうわーってなるってのをこの素早く関西風で言ったんだ。うわーなるって、あなるんだよね、俺下手くそすぎてってことだ。そんなね、あーなるわーってこと、湧いてこなくて、まあ、わ、これわーがあった方が、逆にこれは関西をちょっと抑えようとしちゃったんだろうね。もう俺下手くそすぎて、あーなるわーって言ったら多分普通だった。萎えるんだよね、俺下手くそすぎて。そんなね、下手くそっていうか湧いてこなくて、まあ、大変っすよ、本当に。あーなる。でもさ、なんかちょっとさ、はい、ロボットみたいな声になってる、なんか、なんかあんまり人っぽくない声だよね。大変っすよ、本当に。あーなる。湧いてこなくて、まあ、なんかあのなんか変だよ。大変っすよ、本当に。あなる。これみんなもこんな時にこんなこと言うはずないっていう状態なんかな、これ。萎えるんだよね、俺。本人がコメントで気づいてるの受けない。あ、今の俺のやつ。来てこなくて。まあ、大変っすよ、本当に。あなる。アルファズール同月が上手くなってんの。萎えるんだよね、俺下手くそすぎて。これ結構、ね、ちょっとこの気持ち分かるんだよな。まあ最初は普通なんだよ、これ本当に。あなる。これ本人は今まだ変なこと言ったと思ってません。バルでそう。やべ。うぜえアルファズール同月が上手くなってんの。やべ。萎えるんだよね、俺下手くそすぎて。やべ、そんなね、下手くそすぎて。やっちゃった。やっちゃったって。あ、そういうことか。やべ。